コットンの防水ジャケットってそんなんあったん？中の湿気を逃がすのが上手なジャケットなんですよね。この1枚の生地で作られたように見えるんですけど、実はこれ本日ですね、こちらワークマンの防水ジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、今回ね、春夏の展示会に行かせてもらった時にこれが目玉やということで見させていただきました。で、担当者の方からもいろいろお話聞いてたんですけども、これすごいですねと、その時も言いましたけど、これ奴隷労働させてませんかっていうぐらいスペックが盛り込まれてるんですよ。で、スペックが盛り込まれてるから、ただ単にディテールがいいですね、なんかすごい高機能ですねって終わるのにはもったいなすぎるんですよ。だからそれをいろいろ話はしていくんですが、とは言いながらもデメリットはありますので、その話をしていきます。まず商品名がですね、マウンテンザックレインパーカーという名前になってまして、ワークマンはいつも通りワンサイズ上がちょうどいいですね。僕普段 L なんですけど、ワークマンで L 着るとね、いつも袖足りないんですよ。だからだいたい LL を着てるんですが、今回も LL で購入させていただきました。はい、とまあこんな感じですね。でこれがね、なんとね4900円なんですよ。で僕が普段動画で紹介してるのって、まあ大体価格帯的にはね、まあ防水、同じく防水ジャケットやったら、まあこれが4万円ぐらいかなとかね。でこれがね、まあこれちょっと飛び切り高いけど、まあ40万円はせんかなみたいな、35万円ぐらいするかなっていう感じでね、もう誰も着てへんからタグつけっぱなし、これ宝を持ち腐れてこういうことですよ。じゃあこういう40万とか4万とか持ってる中でこれ見た時4900円って、あ、これちょっとすごいなっていうところがあったりするので、まあそんなお話をねさせていただきたいなと思います。まあ雰囲気とかはね、他の YouTuber さんやってるし、ディティールとかなんかそのなんか曖昧な感じはそこで見てもらったらいいと思うんですけど、まあ、今回これでねすごいなと思うところっていうのが3つあるんですよ。まあ厳密に言うと2つかな、2つあります。でそれをねお話していきたいなと思います。で1つ目っていうのが防水ジャケットっていう話はしてるんですけど、防水ジャケットって基本的にはね、こういうアクロニウム、このまあ35万ぐらいするやつとかも外側ってナイロンで、でこれもねナイロンなんですよ、ノースレスのやつね。ただこのワークマンに関してはこれ今回ねコットンなんですよ。でコットンっていうところの凄みって、おそらくワークマン買ってはる人あんま分からんと買ってるんちゃうかなと思うんですけど、コットンの防水ジャケットってそんなんあったんっていう感じなんですよ。今までなかったんですよ。コットンで防水ジャケットって普通はあんまり考えない感じなんですよね。普通コットンはもう防水にはせず、濡れるのは仕方ないよねっていうところやったんですよ、過去はね。けど今回でね防水にしたっていうところがすごくて、まあ、どういう風な構造で防水にしたかっていうのさえ理解しておけばそんな難しいことじゃないんですけど、この1枚の生地で作られたように見えるんですけど、実はこれ裏に生地貼られてるんですね。でこれのおかげで防水になってるんですよ。だから厳密に言うと外の生地は濡れてるんですよ。で外の生地は濡れてるけど中まで浸透しない。なんでなのかっていうと、裏の生地をペタって貼ってるから中まで浸透しない、よって防水になってるということなんで、この外が濡れないっていう意味じゃなくて、外は濡れるんですよね。外は濡れるけども中まで入ってこないので防水ですよと。でそのためにちゃんとこういった裏側にシームテープ、要は縫い目のところってどうしても水が入ってきやすいので、そういったところにテープを貼ってるんですっていうところが、今回他のブランドでは多分ないんちゃうかなと思うんですよね、今のところは。で今回このワークマンがね作ったことによって、いろんなブランドも今後出てくるとは思います。でね、いやコットンとか別にナイロンとかどうでもいいねんけどっていう人もいてるかもしれないんですけど、やっぱコットンにはコットンの良さがあるんですよ。例えば洗うたびに経年変化していくとか、そしたら経年変化してるちょっとクラシックな見た目な割にちゃんと高機能なってるとかってなるとすごいじゃないですか。でもこんなあのいかにもこうスポーツアウトドアっぽいシャカシャカしてるやつが防水って言ったら、まあまあまあそこら中にあるよねってなってくるけど、こういうコットンっぽいのがそういうのってないよねって。でさらにこれって難燃素材なんですよね。だから燃えにくいっていうところがあるので、普通防水で燃えにくくてコットンってちょっとよくわからへん組み合わせなんですよ。だけどまあそれを叶えてるというところがね、今回すごいかなと思います。ただまあ燃えにくいだけであってね、燃えるのは燃えますので、特に外側の火は強いけど内側はおそらく相当弱いと思います。だから火の粉でも一瞬ではなくと思うので、内に関してはあくまでもね防水の加工してるだけなんで、ここの素材はコットンじゃないんですよ。だからこれは一瞬で燃えると思いますけど、外は火の粉強いよと。だから裏返してこのキャンプとかしてて、その辺ベンチとか置いてて、大丈夫これあの燃えへんからいけんねんって言ってたりしたら、もうボツボツ穴開いていくと思うので、難燃はあくまで外側だけということでね、覚えていただければなと思います。そしてね、次すごいのがね、普通こういうのってよく皆さん、これおそらくカッパとして使われる方多いと思うんですよ。それこそおすすめの人誰ですかっていう時にカッパって言おうと思ってるんやけども、そのカッパってレインウェアとして使うっていうのはもちろんそうなんやけど、レインウェアって今まで使ってたら汗かいたらめっちゃ湿気るじゃないですか、蒸れるじゃないですか。ただこういうアウトドア用品ってすごい数値叩き出してて、もう蒸れにくいっていうのがあるんですよ。ここまでのレベルまではいかんけども、まあ今までの蒸れにくさに関したらすごい上がったよねと。2万ミリぐらいの透湿性があるということなんで、透湿性っていうのは要は蒸れにくい、だからその中の熱をこう逃がしてくれるっていう機能もワークマンは特に力入れてると。だからどっちかっ
というとね、防水にこれ力入れてるジャケットじゃなくて透湿に力入れるジャケットなんですよ。要はちゃんと分かりやすく言うと、外の雨よりもどっちかというと中の湿気を逃がすのが上手なジャケットなんですよね。だからある程度雨が強くなってきました、嵐とかになってきたらおそらく浸水すると思います。だから雨は全然入ってくる可能性あると思うんですけど、逆に湿気を逃がす方が得意なジャケットやなって思ってるので、防水ジャケットって言った方が分かりやすいんやけど、本来多分これを正式に言うとするなら透湿ジャケットなんですよ。だからそれを言うと売れんくなるし意味分からへんから、そこにはフューチャーしてないと思うんですけど、まあ、本来は蒸れにくいジャケットっていうのが一番の特徴じゃないかなと思います。でそういうための工夫がされてると。でそういった工夫は何なんかっていうと、そのワークマン独自のこういうフィルムを貼ってるのもそうなんですけど、表地をコットンにすることによってより通気性も良くなるんですよ。だからナイロンとかよりもコットンの方が通気性いいし、もっと言うなら麻とか入れるともっと通気性良くなったりするんで、そういうところもコットンの良さが生きてるんですよね。だから単純に外側コットンで風合いが出るとかっていう話だけじゃなくて、通気性にも多少影響はしてるんじゃないかなっていうふうには思います。で次に、僕これ個人的にはどっちでもいいんですけども、後ろがね、なんかポケットついてるらしいんですよ。でね、このポケットにね、このパソコン入れたりとか、こうスリーブ入れたりなんかいろんなもん入れたりできるらしいんやけど、まあこれはいる、ちょっとはっきり言っても僕はいらんかったけど、まあそれやったらね、この前の身頃ね、ダブルジップにしてくださいよと思っちゃいます。下のジップが開かへんから、そこのここのコストも省いていいから、このジップをダブルにしてよって思っちゃうのが僕の消費者目線なんですけど、皆さんはいかがですか、入れますか、ちょっと分かりませんけども、そんなことになっております。でね、まあデメリットとしては、まあ何なんかっていうと 100% 劣化します。だからこれはもうデメリットであって、いやそれはもちろん、あの形あるもの全て壊れるやん、そんなこと今更堂々とお前 YouTuber として顔出してよう言えたなって言われるかもしれないんですけど、そういう話じゃなくて、これはあくまで短命ですよと。長く着れるジャケットではない。短命ってだいたいどれぐらいっていうと、よくて 2,3 年かなと。で悪かったらほんまにもうちょい早い可能性もあるんじゃないかなと思ってまして、理由としてはこの裏のね、防水の仕様に変えてるこういう裏生地というか、これ貼ってるのがもう絶対劣化するんですよ。でそれは同じくノースフェイスとかも同じなんやけども、ただワークマン乗ってこの価格を抑えるために、おそらく工場とかでもちょっとやっぱり縫製が甘い部分があったりするんですよね。もちろん検品とかしてると思うんですけど、こういう縫製の仕方とかがこう綺麗にまっすぐになってないと。で今のところこれ全部噛んでるから縫製がしっかり噛み合ってるからいいんですけど、ちょっとずれたりとかしてるってなったりしたら、そこからどんどんテープがめくれてきたりとかするんですよね。そしたらもう全然防水でもなくなってくるし、どんどんめくれてきてボロ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 剥がれてくるというような形になってるので、まあデメリットとしてはね、そういうところがデメリットになってくるかなと思います。ただおすすめの人としてはね、おそらくこれ皆さん買う方って、こう長く着たいとか、ずっと着たいっていうわけじゃなくて、もう一時のそういうレインウェアとして着たいとか、もしくは DIY の時に着たいとか、あと車のそういう部品変えたり洗車すんねんっていう時とかに着て、うわ雨降ってきたら困るなって言って羽織るぐらいの感覚で着るんやったらね、これはこれでまあ成り立ってるんじゃないかなと思うんですが、あくまで僕の考えとしては、やっぱりこんだけね、こう日本の人口が減ってきたりとか、あとまあ環境問題が叫ばれてる中でね、ワンシーズンで捨てるっていうのも考え方としては一つありやと思うんですけど、まあ、僕はあんまり共感しにくい考え方というかね、まあ、長く持つ方が僕個人的には好きなので、そっちにまあ僕は行っちゃうんですけど、まあ、あくまでフラットな目線で見た時にはそういう考えの人ももちろんいらっしゃると思うので、そういうワンシーズンで使い捨てて、また新しいのを買うっていうね、価値観の方には合ってるんじゃないかなというようなジャケットかなと思います。まあ一旦これがね、4,900円、まあシルエットとかの問題ってあんまりないと思うんですよね。一回ちょっと上まで締めてみましょう。でさっきも言ってたみたいに、こう蒸れにくいので T シャツの上にね、一枚だけパッて羽織るっていう、まあ梅雨時期とかでも全然問題ないかなと思うし、まあ別に仕様としてもね、そんな特別どこが悪いとかっていうのもないと思うので、いいんじゃないかなと思います。でまあポケットもこういうね、大きめのポケットがあったりしますし、このポケットのとこにも一応防水の仕様にはなってますが、まあ雨ぐらいやったら大丈夫ちゃいますかね。こう雨が上から降りていくので、ポケットのフラップがあるのでね、中には入ってこないとは思いますけども、こっからも入ってくることはないですね、防水の生地がやってるので。まあただ大雨になってくると、まあ一応耐水圧がそんなに高くなかったんで、嵐みたいな雨入ってくるとちょっと厳しいかもしれませんけどもね、まあ形としてはそんな感じですね。まあなので一番最初言ったみたいに、やっぱりコットンで防水を作ったっていうことに意味があるジャケットやと思うんですよ。別にこのジャケット云々がすごい素晴らしいとかそういうのはあんまり分からないんですけど、まあコットンやのに防水に仕様にしたっていうところに、まあ第一歩のね、洋服としてのこう素晴らしいこう進化があったんじゃないかなって僕個人的には思ってるので、まあ皆さんの声をね、また聞かせていただきたいなと思ってますので、コメントとかでぜひぜひよろしくお願いします。ということで本日はですね、ワークマンのジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。